り800を切ります。さあ赤番ホームで動いて山田久則一旦前に出ました。近畿中部勢送り出して平原コーター5本下がる。短期姿が皿足の4番手に上がっていきました。平原コーターは5番手。2コーナーからバック一旦ペースはスロー流れています。山田久則が先頭、四季代が2番手、坂口3番手、姿が皿足の4番手。さあ平原コーターの反撃あるか。ジャンの3コーナー平原が踏み込んでいった。さあ反撃開始の平原、3番手から2番手合わせる山田久則突っ張ります。4コーナー回って、しかし平原が前面迫る。四季代拓也の牽制ですが、平原がここで内に締め込んで四季代拓也をさばいていくか。1コーナーから2コーナー逃げるのは3番山田、2番手高一もつれます。平原と四季代でもつれます。2コーナーからバック、しかし外競りの平原が競り勝つか。四季代が懸命に食い下がる。後方からは4番姿が追い上げる。その間に3番山田久則後続を引き離している。ここで2番手に上がったのは姿和道。さあ不気味な姿が前段に迫る。4コーナーから直線、山田久則先頭、迫る4番姿和道。姿が一撃決めて抜け出してゴールインです。2着3番の山田、3着はどうか。でもう突っ張る気満々か。さあ残り800踏み合った。2番の菅野、7番の三好、両者も帰って1コーナーから2コーナー。さあここは菅野幸喜が突っ張り切った。後ろから4番の2頭源太が追い上げます。さあ2頭がここは番手追い上げたか。菅野幸喜の逃げですがマーク戦です。4番2頭が追い上げて小橋明之と絡んでいく。その直後に1番の近藤、3番の三宅、結局7番車三好は再度後方下がっています。4コーナー回って菅野が引きつける。後ろからもう一度強行あるか7番の三好。レースは最終周回に入ってピッチが上がります。このまま菅野幸喜はかけていきます。追い上げた2頭でしたがここは小橋がさばいた。2頭源太3番手にはまるか。近藤多松がこれを阻んで2コーナーからバック、近藤3番手。ただ三好はちょっと割り込まれた。後ろから7番の三好圭一郎、ここでバックからまくるが、後ろからは近藤多松。さあ先まくり、近藤多松の先まくり。後ろから7番の三好が迫りますが、先頭2番菅野を捉えた1番近藤多松、乗って7番の三好。4コーナー回った。先頭1番近藤、後ろから三好、近藤多松が振り切って5人、2着7番の三好圭一郎。行きます。一旦番手は3番の足田が取っているが、まず前から菅野幸喜がこの動きを突っ張ねていきます。一旦中井は車を下げて再度3番手、2コーナーからバック。さあここで再度マーク戦です。中井俊介の行為は西岡と足田は内外を入れ替えずに西岡がインコースアウトに3番の足田です。さあ打賞が入って前はスローペース、菅野幸喜はペースを作ります。構えて5番の中井俊介は3番手。もういつでも行ける体勢ですが、その行為はもつれています。まもなく4コーナー回って引きつける7番の菅野幸喜、少し追い出していく中井俊介に対して、ここは7番の菅野一気にペースを上げました。やはり北日本勢の先行、中井はまくりにかばける。1コーナーから2コーナー回ります。先頭7番の菅野幸喜、2番手1番の小橋、3番手から中井俊介、ここで踏み込んだ。外競り3番手足田がさばいているが、中井俊介に跳ねてしまった。さあ中井のバックバックにどうやら前段を捉えます。2番手懸命に食い下がる7番の菅野幸喜、あとは1番の小橋に、後ろから3番の足沢が4番手。4コーナー回ります。先頭中井俊介後続を突き放しました。これは完勝、2着に踏ん張りました。7番の菅野取り替えた6番山口多門はジャンで4番手スイッチ、4番後藤優1社入られて5番手です。
展開有利にまずは西日本の突っ張り、1番の藤原から7番中本、3番柳詰とさらに6番山口多門、4人を見ながら4番後藤優は5番手で最終周回に入りました。まだ流している1番の藤原俊太郎、初日と同じくマイペース2コーナー手前から踏み上げていきました。7番の中本翔英、3番柳詰正弘、4番後藤優は動けずじまいなのか、5番手が続いている。残り半周で6番山口多門も勝負圏から4番手足を伸ばそうとしていますが、先頭は1番の藤原俊太郎いいかかり、4番後藤優と6番の山口多門同時に仕掛けていて、直線は7番中本、3番柳詰、外から6番の山口、さらに5番伏見俊明突っ込んで3人広がって合輪、5番の伏見と7番中本、そして空いた6番の山口。決勝入りを果たしております。1番の山口翼がそれを嫌っていって一旦前に出ました。切った山口を抑えて7番の片岡が先行策に入るか、さあ8番の田川かけるあたりはどうでしょうか、動きはないか。6番加藤のは引き切って8番手、先頭には1番の山口、8番の田川が行きそうな感じ。これに乗って6番加藤の拓磨も積極がけ見せていきそうです。伊藤博樹が続いて地元勢が主導権取りに出ました。力勝負、あとは8番の田川かけるが3番手に構えて、それから1番の山口翼が中段の位置、そして7番の片岡がさばく7番手に置かれました。体勢縦1列になっています。片岡にはまだ動きはありません。先頭は軽快に飛ばす6番の加藤の拓磨、あとは4番の伊藤博樹、さあ波乱の先行になっていきそう。番手絶好からは縦足ある地元伊藤が抜け出して1着でゴール。あとは3番の瓜生貴友です。その中四国勢、山本が攻め上げていきます。9番池田亮が続いて4番の青井健二、まずは中四国3人が出て、さらには地元勢がやはりここは積極的に攻めていきます。5番の桜井雄太郎がジャンで先頭の位置に、小松崎から1番の砂賀雄太と続いて、あとうちちょっと窮屈な位置切り込んできましたが、伊藤裕樹は中段あたりで、さあ狙いがぶつかります。山本、それから伊藤裕樹が中段並走のような格好になりました。この並走を尻目にしまして、地元勢がさあこのまま逃げ込み体制に入ろうという桜井雄太郎でありますが、車間を切ってワンツーを決めにかかった小松崎、それから1番の砂賀雄太、さあ2番の山本あたりが攻めていこうというところでありますが、ここは牽制を入れて小松崎、そろそろ縦の足、さあ7番の小松崎が完全に抜け出していった。小松崎1着でゴール。あとは9番の池田が続きました。6番の覚醒、抑えに来る7番の木村、やはり南関東は突っ張ります。6番の覚醒先行体制、5番の大石が牽制しながらしっかり番手を守り、
1番の和田と南関東の動きですが、7番の木村が後方から上がってくる。しかし6番覚醒が早くもピッチを上げて先行勝負。6番の覚醒、マークは5番の大石、続くは1番の和田、踏み込んでくる7番の木村、木村の上昇、5番の大石が外に振って青森勢を止め、逃げる6番の覚醒、番手5番の大石、そして1番の和田、しっかり南関東勢主導権掴んでいき、2番の山田は中段キープ。1コーナー過ぎて発進、5番の大石、大石番手まくり、そして1番の和田、2段掛けをする静岡勢に2番の山田、切り込んでは3番の長沢、内側から長沢、外から2番の山田、それをしのいでる1番の和田、粘れるか5番の大石、大石が踏み込んで迫ってくる1番の和田。G1 4大会に出場して勝ち星も挙げているレーサーです。このまま突っ張るような格好で、いや、荒島先頭譲りません。今度抑えられずに出直す格好、あとは8番の伊藤博樹がここから行きました。さあ、新田を連れて、和田を連れて、8番の伊藤博樹がジャンからの先行勝負、あとは9番の近藤隆二が続いて、それから6番の柳島が現在のところは5番手から、そして3番の伊藤は後方8番手に置かれました。軽快に飛ばしていく伊藤博樹、流れは完全に似た、それから和田となっている。さあ、後方あたり伊藤朝日のこの枠に、おっと、ここはちょっと深くを取るような格好になった。新田踏み遅れましたが、どうでしょう。伊藤朝日、さあ新田が力を見せる、新田が力を見せました。どう出るか、抑えるか、誘導は残り第4周以下1コーナー向かっています。さあ、前から一旦は先行体制、6番松岡です。3番手は犬伏が車間を切って後ろ並走、島川正樹、外並走、3番南修司、その後ろから7番岩須と4番勝と岡山コンビ。さあ、打掌3コーナーから2センター、一気に3番手からここはかましていきます。合わせてかけたのが松岡、出し切ろう、小岩大輔、九州勢を外から叩きます。さあ、5番伊豆部修也が3番手から叩き、マークの南修也は追っていけず、牛が作った2番芝川が、さあ芝川が作って5番伊豆部氏の後ろとなりました。そして岩津雄介、このラインが出まして、九州コンビが4番手5番手200を切った最終バック、3番手から叩きました伊豆部修也、4コーナーから作って番手を取った芝川崎、3番手岩津雄介、九州コンビが松岡と小岩直線です。さあ、3番手から岩須も差しを伸ばすが、犬伏修也、番手から島川雅樹、インコースの犬伏でしょうか。からの逃げ切り勝ち、動き始めます。番手は4番の丹波、5番の戸伏、中国勢がゆっくり上昇か、日浦の横でまず足を止めた船瀬です。残り2周、先頭員がまだ残っています。3周1コーナー、1番の小酒が船瀬の動きを警戒、
今2番手の横あたりで様子を見る船瀬、外から一気に踏み込んでいきます。打掌前3番の船瀬が前に出て、三者前に出て打掌です。1番の小崎が4番手下げて、7番の日浦は6番手です。3分線の中唯一三者、アドバンテージをフルに生かして3番船瀬純平、今日も先行で残り1周縦1です。3番船瀬の先行、4番丹波、5番の戸伏、1番小崎、6番城崎、7番日浦、2番の白神、3番手ライドを2写真上げた1番の小崎、6番手日浦動けるか、7番の日浦なかなか動けない、2番の白神は7番手から切り替えた、3コーナー4番手から1番の小崎、6番の木戸崎、2番の白神を切り替えて乗ってくる直線だ。3番船瀬先頭、1番小崎が伸びていきました。上原龍がこの東国の3番手回りからこれを牽制するように1番青柳幸喜も前に踏んでいきます。6番木村それでも前に出て、3番伊藤から8番の上原、さらには4番伊藤由紀が一旦切ります。2番稲垣が続きます。さあ中近コンビが前に出て、この辺りは3番手で受けようという作戦か。5番山根は昨日に続いての先行勝負、9番の石丸が続いて、岡山勢が最終的に主導権を取っていきました。あとは伊藤由紀が3番手 E1 射程に捉えたが、あとは6番の木村由来がここからのまくり。さあ3番の伊藤博樹が続きますが、この辺りはちょっと見切りをつけたような格好になった。先頭は5番の山根翔太、9番の石丸博樹、あとは伊藤由紀が3番手から直線勝負に持ち込んでいった。番手からは9番の石丸、さあゴール前3人並んだ。まずは蓋をしてプレッシャーを与えるようなそんな動きにも見られますが、6番の小西春樹が先頭の位置もここは突っ張っていく。1番の新山京平前譲れません。佐藤慎太郎から9番の和田圭、あとは黒いユニフォーム2番金賀泰斗は目下8番手の位置で動きはありません。6番小西春樹はそれでも挑んでいく。3番の皿谷豊が様子を見ながら、さあ続く6番の小西が外外を回っている。さあ黒いユニフォーム2番の金賀泰斗がやってまいりました。その前に3番の皿谷が行く。その後方から2番の金賀が襲いかかる。さあ1番新山恭平との力比べ挑んでいって、金賀に軍配が上がった。そして追うのはどうでしょう、佐藤慎太郎は3番手のまま。さあ2番の金賀泰斗がこのまま会場、2着争いは接戦。今度は眉を取った松岡を抑えます。3周目から第4周回、まずは岡山が抑えまして、上から南山本がさらに叩きます。さあこれは切った形となりましたが、松岡達弘前から下げての6番手、中段は蛭田総一郎、抑えまった3番山本慎一。さあ後ろが南修司と岩本だけに逃げ回りそう、3番山本慎一、4番手タイミング通り蛭田総一郎、後方松岡達弘を牽制してますが、どうやらかけました。
ライは三者と長くなった山本紳士が逃げて、岡山が中段、九州は後ろから最終第5周回です。さあまずは4番手から蛭田と後ろがまくる。さあ蛭田のまくり、番手南修司がこれを見ている。さあ止めることができるか。番手南まくる、2番蛭田、そして3コーナー手前からまくった松岡達弘、まくの吉本がまくる。さあ番手から出ました南修司、番手まくり、追った6番の岩本和也、その上から1番松岡達弘が迫りますが、さあ4番南修司の番手まくり、6番岩本和也が続き、1番の松岡でしょうか。その金田を叩いて新山が行くか。さあ前で構えた近畿の2人は突っ張っていって、東北勢を待つ、打ちすくって山田陽平が先頭の位置に、そして中段を狙っていく。さあジャンから新山がかける。最終選考は新山恭平、風を切っていく。日体育大が続いて9番の佐藤慎太郎、強力なラインが前3人完全にできりました。あとは中段からは7番の山田陽平が4番手、そして3番神奈川の力はどうでしょうか。まくっていく、先まくりを放とうという山田陽平のまくり。さあ新田はどうサポートを見せるか。ここから発進していく佐藤慎太郎が続く。山田陽平はいっぱいの状況になった。合わせ切った新田雄大、新田雄大が完全に合わせ切ったが、さあ新田雄大が1着で優勝ゴールイン、地元記念初優勝です。佐竹聡が並んでいます。さあ残り800、さらに稲川が一旦踏み込んだ。ここで誘導が外れます。町田大河がこのまま突っ張って、さあ稲川翔は再度2番手で勝負か。2コーナーからバックへ入って、あくまでもここは展開に絡んでいきます。町田大河はペース掛け、2番手マークセンになっています。稲川翔と鳥取優吾、さあ打賞が入って、町田大河どうやらここはマイペース、町田のマイペースになっています。2番手マークセンになった稲川翔と鳥取優吾。さあ別線に対してプレッシャーをかける稲川、ここで踏み込んで、おっと前を押さえるか。さあ稲川翔が奇襲掛け、しかし町田大河が再度踏み込んだ。鳥取がやや口が開いたが、再度稲川翔が絡んでいきます。最終ホームを通過、ここで四国勢がマークを外して、と山口富岡が現在3番手。さあマーク戦激しくもつれますが、鳥取優吾をしのいだ。稲川3番手、山口が4番手、ここで隊列が縦に伸びて最終バックを通過。逃げるのは町田大河、番手は鳥取優吾をさばいています。さあ稲川翔3番手、もう一度縦に踏み込んでくるか。4コーナー回ります。しかし先頭町田、番手鳥取、直線コース町田大河、鳥取優吾、鳥取が迫ってくるが、町田大河で押し切った。4番車の出端が突っ張るか。2番車の林は結局車を下げていくことになりました。元の位置5番手ということになっている。先行4番の江端隆が取っている。一気にもう一度2番車の林が巻き返していく。3コーナーから2センター、しかし4番車の江端隆が突っ張る。2番車の林も出ていけないか。
残り一瞬になりました。2番車の林は収まった位置が3番手、もう一度踏んでいく足があるかどうか。先行4番の江畑、3番車の竹内が2番手、そして2番車の林が3番手、4番手1番車の松尾源太。残り 200m の3コーナーをカーブ、先行4番の江畑、3番車の竹内が2番手、4コーナーから直線コース内ふつところから1番車の松尾源太直線部分に帰ってくる。一気に2番車の林すばる、そして3番車の竹内か。単6番の菅野光希を抑えます。3番吉川希望、中部勢が東北勢を抑えました。赤番を通過して6番菅野光希は引きません。4番手は並走状態。打賞周回の第2コーナー、先頭4番桐山慶太郎です。2コーナーあたりから中部勢がさらに車を上げていきます。さあ難関勢を切って中部勢、ジャンで行くのは6番の菅野光希。さあ一気に行きますか。2番車伏見俊明を連れて行きもっとしますか。3番の吉川希望も踏み込んでいきます。残り1周を今切ったところで東北勢出ました。3番の吉川希望2番手粘っています。吉川希望2番手粘る。2コーナーからバックストレッチ、ここで4番の桐山慶太郎が仕掛ける。番手から2番の伏見俊明番手まくり、4番の桐山慶太郎制しながら2番の伏見俊明2センター、6番の菅野光希もまだ頑張っている。第4コーナーまる2番の伏見俊明先頭に立った。後ろからは5番の加藤圭一だ。2番の伏見俊明先頭。並走、菅野光希は引かず並走となっています。今赤番標識を通過しました。1番車菅野光希内から突っ張るのか、2番車スミレオナ、ここは抑えに行くんですが突っ張られています。下がりました。1番5番7番、ここで3番の三宅達也が追い上げてジャンで前に出ました。三宅達也マーク、4番児玉慎一郎、3番4番中四国勢2センター、3番手引いて1番菅野光希、ここは下がりました。今度は内を救って2番の隅田浦、3番手に上がってきた。救われた1番の菅野光希、外に浮いて内を一旦決めようとして、現在4番手インコース6番の池田博士、今もう一度さらに車を上げている。この動きに5番の桐山慶太郎ちょっとタイミング合いませんでした。最終バック逃げるのは3番三宅達也マーク、4番児玉慎一郎、1番菅野光希3番手、そして2番のスミレオラン、5番の桐山慶太郎5番手。第4コーナー丸、3番の三宅達也粘る粘る、三宅達也番手、4番の児玉慎一郎、児玉慎一郎追い込みました。7レース S 級一般競争。高谷は後方待機、ここで2番車の上原から動いてまいりますか。後ろから東日本勢が前を抑えに行きます。残りは2周回、小浦を叩いていって2番車の上原が先頭に変わる。さあそして反応していって6番車の中村道隆、中村が今度はその上を叩いてまいりますか。6番車の中村が主導権を握りました。さあそして5番の小浦、
小浦が中段に上がってまいりまして、さあここは2番の上原と位置の取り合いとなってまいりますでしょうか。しかしそのままのスピードで5番の小浦が前を叩きに行きました。逃げる6番車の中村道太がそれを仕留めに行って、5番の小浦、さあ小浦のかましが決まっていくか。3番の板橋ちょっと口が開いているんですが懸命の追走、あとは久能城、切り替えたのが4番の辰巳豊です。さあそして3番手から4番の辰巳がまくっていって、辰巳のまくりが決まってまいりますが、追走1番の前田拓也、あとは2番の上原が3番手まで上がってきて、この後ろには7番の乃木義則で4コーナーを回ってくる。さあ混戦模様となってきて、外から一気に2番の上原か、内は4番の辰巳豊か。